はい、では本日も試合の解説していきます。ダゾーンのねハイライトを見ながら、今日のゲームはマリノス対エスパルスのゲームですね。第3節横浜 F マリノス対清水エスパルスの一戦もお届けします。では見ていきます。ダゾーンのねハイライトを見ながら、全然全体で5分6分弱しかないんですぐですね。でマリノスのメンバー、前節神戸にまあだいぶ怪我人とか出場停止とかいながらも、ターンオーバー使いながらも勝てたっていうところは非常に大きかったところかなと。でまあそんな変わり映えはないかな。トップ下に吉尾っていう選手が入って、ボランチに小池の龍太、あとあれだ、センターバックか。やっぱエドワルドがずっとねつなぎの部分で、ミスが多いということで、マリノスのサッカーちょっと厳しいかなっていうところがあるんで、そこに、角田っていうのかな、若い選手、角田良太郎っていう選手が入ってます。木田とか、渡辺とかベンチ外ですね、休ましてるのかな。やっぱ、日程がタイトすぎるんで、厳しい。殺人的な日程ですね。ずっと出続けてる選手っていないんじゃないかな。いなそう。ずっとスタメンで出てる選手はおそらくいないですね。はい、試合を見ていきます。4分56秒。のシーンです。ゲームね、特徴ですよね。サイドバックが高い位置で幅を取って、インサイドから深さを取るね。今優遇でしたけどね、まあ、やっぱ右サイドバックは松原がいいですね。一番いい。左がだから悩みどころっていうところかな。この試合は長戸、小池龍太使ったり、小池優太使ったりっていう感じですね。そこはまだ確定、レギュラーは誰っていう感じではないかな。この試合の後1週間空くっぽいんで、次のゲームが結構やっぱこのマスカット監督の考える、まあ序列で優先順位高いメンバーが出るのかなっていう風に思います。この吉尾くんのシュートはまあ枠には言ってたけどね、左利き、左足得意なら決めたかったですね。権田くんナイスセーブに見えるけど、まあゴールキーパーなら美味しいボールというか、そんな難しいボールじゃなかったと思います。ボールの置く位置がね、シュート打つときに、多分もう今の吉尾のシュートだと、踏み込んだ瞬間に結構踏み込みが深いんで、やっぱニアに来るかなっていう雰囲気はありますね。打つ前からちょっとそういう感じ。もう少し外オープンに置いて、ファーサイドも蹴れるように狙いながら、ニアに強いシュートだと、もうちょい、ゴンダの反応も遅れたかなっていうところはあります。多分待ち構えてたところが、ニアだなって言って、ニア、しっかり、セーブ。まあでもいいシュートはいいシュート、その前の崩しも良かったし、いいシュートでしたね今ね。はい、次8分36秒、ロングスロー初めて見たね。マリノスの相手でロングスローしてくるの、高校生では流行ってますけど、まあやっぱ高校生には通用してもプロにはなかなか通用しないっていうのがこのロングスロー。ただやっぱマリノスの身長がちょっと低いんじゃないかなっていうのを見越してこれやってきてるのかな。前の試合でもやってんのかな、ちょっとよくわかんないけど。ただ清水は、今までの J リーグ見たほとんどどのチームの試合もやっぱ、ゴールキック、要はルール改正でゴールキックが、ペナルティエリアの中で味方が受けれるようになったんだよね。っていうのもあって、やっぱ、最初から蹴らずに繋いでくるチームがほとんど、最近はね。でも清水は今日の試合結構蹴ってきてた。ゴンダもう結構、パントキック蹴ってたし、まあ、こうやって長いボール入れてきたりとか。ちょっと他のチームとはやり方違ったかなっていうところはある。それかまあ下から繋いでいくクオリティがないっていうのを自分たちで把握してるのかなっていう感じかな。そんなに多分清水のセンターバック2枚もビルドアップ得意っていう選手じゃないと思うんで、っていうところもあると思います。マリノスやっぱあんまり得意じゃないセットプレーの守備が、っていうところがあります。はい、次22分9秒。でそれこそこれはその中でも清水が下から繋いだシーンですね。ゴールキックからかな。でもやっぱりこう、おっと奪った小池龍太、左からエウベル、よくさ、ゴンダのミスだね。まあ、こういうこと起きます。後ろからやろうとすると起きるし、一個のミスが決定的な即失点みたいな、ピンチになりますね。下から繋いで取られるとちょっと危険かなっていうところはあるかな。そんなにクオリ
T 高くないんであればやる必要ないんじゃないかなとは思うけど、まあ、チャレンジしてるのかね、チームとして。で、権田なんて言ったら日本代表だからね。日本代表のゴールキーパーでも、できないんですよ。うまく繋ぐことが。こんな別にこんな厳しいとこ出さなくても、外側に出せば全然問題なかったかなと思うけど、その判断もできない。技術的に厳しいからっていうところかな。まあ、こんなになるんだったら蹴った方がいいね。権田くん。まあ、こういうのがあったから途中から蹴ってたのかな、彼は。だからこれは、どうなんだろうね。理想はいいけどね。やりたいけどね。やりたいっていうのと、自分たちがやれるかどうかっていうのは別の話だから、そこの住み分けがしっかりできてないと、こういうことになります。次、31分40秒。またマリノスの攻撃。まあ、ずーっと、この試合通して、マリノスペースというか、もう清水何もできずっていう感じでしたね。まあ、マリノスとしてはいいサッカー。こんだけメンバー落ちても、こういうゲームができるんであれば、だいぶ、今季はいいのかなっていう。この今タイトな日程の中でね、やれてるんでいいのかな。ただ後半の最後の方はだいぶやっぱ疲れもあって押し込まれてたけど、まあそれはまあ疲労が大きく影響してるのかなっていうところかな。はい、行きます。31分41秒。ボールに落ちた11番。得点のシーンか。小池龍太。素晴らしい。素晴らしいですね、この選手。今、この、昨日、おとといの試合か。マンオブじゃないですか。一番いい仕事をしてたかな。ボランチの方が、サイドバックより良さそうだけどね。これ見ちゃうと。でも、木田とか渡辺とかいるから、まあ、いろんなポジションになるんだろうけど、その中でもやった、木田と渡辺はサイドバックできないけど、この小池っていう選手は両サイドバックもまあ、割とそつなくこなすっていうところがあるんで、で、このシュートも左足でファーに巻いて決めたように、左足も使えるというところなんで、今季のマリノスではすごいキーポイントになる選手。ローテーションしていく上ではっていうところかな。はい、次。35分、35秒。またマリノスの攻撃。これも西村拾う、西村折り返し、後ろからまた小池だ、蹴ってる。まあ、西村はこの試合も献身的でしたね。献身的が売りなのかな、よくわかんないけど。小池くんは、このシュートは、さっきのシュートよりか簡単です。でした。枠に行きたかったね。っていうだけ。はい。次、41分40秒。合わせてきました、長友。セカンドボールはエウベルだ。まあ、特に、何もないかな。はい、次。42分00秒、00秒、02秒の2点目か。マリノス。エスパルスが得意じゃないのに、下から動かそうとして、何してんのっていう。何なんだろうね、これ。今年の J リーグこういうの多いよね。マリノスもこういう失点してるもんね。もう絶対ビルドアップ得意じゃない感じが出てる。これもどこ狙って蹴ったんだろう。まあ、吉尾はいいプレッシャーかけてたと言ったらかけてたんだけど、そのぐらい来るよね、だからね。まあ、もったいないシーンですね。清水としては。こんなことしたら勝てない。やっぱり前からプレッシャーかけてるってことですよね。それがチーム全体で立ち上がりからずっとプレッシャーがうまくかけられること。来るって分かってんのに、この試合エスパルスは背後全然狙えないんですよ。だからもう、マリノスの狙い通りというか、もう食われてっていうことかな。はい。57分17秒。またマリノスの攻撃。長戸がワンタッチで中へ入れましたが、セカンドボールを狙ってます、吉尾。中央、西村が開けます。その西村を使う。西村切り返し。吉尾が落とした後ろから、また繋いで、エウベル！これゴール、一旦ゴールってなったシーンだけど、VAR で取り消されたっていう形ですね。まあ、ファールというか、なんか、西村止まれなくて突っ込んじゃったみたいな。相手のディフェンスにね。で、邪魔したからっていうところかな。特に言うことはないかな。でも、マリノスペースだったから、まあ、チャンスはずっとありましたね、マリノスは。はい、69分16秒、17秒。珍しく、清水のチャンス。まあ、枠には飛ばしたかったよね。まあ、マリノスの守備は、スローインからただ、自分たちのスローインからだね、マリノスは。もう、長戸のスローインのミスから、角田のポジションも悪くて、
背後。やっぱ背後だよね。マリノスとしてはちょっと崩されたっていうシーン。はい。73分50秒。あ、これもエスパルスのチャンス。これちょっとフレッシュな選手が出てきて、活気が出てきたところだね。鈴木優衣と唯一この試合いいプレー。全然それ以外はもうどこにいたのかわかんないぐらい。なんかいい選手ってなってたから注目して見てたんだけど、この試合ではもう何にもしてないね、この試合。このシーン以外は何にもしてない。はい。90分ですね。90分のシーン。あとこれエスパルス。だこの後半の最後の方はちょっとエスパルスが押し込んでたんだよね。マリノスはちょっと疲労溜まってきたりとか、メンバーちょっと入れ替えたりとかで、でエドワールドがね、センターバック入ったのよ。センターバックの右側に。この角田くんも左利きなのかな。それによってまたバランスがなんかガチャガチャになっちゃって、ビルドアップがもう全然できない。エドワールドはやっぱきついね、このマリノスのサッカーだと。ビルドアップがきついのかな。今んとこフィットしてない。フィットすることがあるかはわからないけど。って感じ。角田のがいいよね。これめちゃくちゃピンチ。この最後90分のシーンね。で、このピンチのヘディングの後にこの小池隆太がめちゃくちゃ長戸に切れてんだよね。もうちょい寄せろと。決定機でした、エスパルス。確認してみましょう。結構、決定機でした、エスパルス。まあ、になるか。この落としてから、まあそうだね。まあでも中も4対4。4人対して4人ついてるから、まあそんな大きな問題はない。その割には、まあ全員やっぱりボールがっちり見てるんで、隙間に入られて、これがね、やっぱね、ディフェンスの難しいところで、ここがセンターバックが今の角田くんのところが多分、トゥーリオとか、ボンバー中澤とかだったら多分跳ね返してる。で、何も問題がないように見えるシーンなんだけど、ちょっとやっぱそのヘディングの能力が少し下がると、こういうところにボールが入ってくる。で、まあピンチになる。はい、95分のシーン。最後かな。でもこれ終わりや。終わりですね。マリノスはいいんじゃないかな。神戸に勝って、開幕戦勝ったよね。セレッソか。勝ったの引き分けか。で、レイソル負けて、フロンターレ勝って、で、神戸勝って、エスパルス。もう5試合やってんのか。で、3勝してるんで、3勝1分け1敗か。まあ、この過密日程を考えると、全然、いい、良かったんじゃないかな、っていうふうに、思うかな。で、いろんな選手試せた中での3勝は大きい。特にこの、神戸と、このエスパルスの試合は、収穫がありますね。センターバックの左側、やっぱ角田くんのは、まあ、この1試合しか見てないけど、いいかな。で、センターバックの右側、まあ、ここは岩田、だろうね。で、右松原。で、左、まあ、長戸を使うのかな。今日ちょっと小池優太は良くなかったね。左のウイングで出たんだけど、ボール失うシーンも多くて、あんま入りきれてなかったかな、試合に。今日の見ると長戸の方がいいかな。長戸か、まあ、小池優太、今日活躍したから、まあ、それをまた左に持ってくるのか。で、木田と。ボランチは、まあ、木田、渡辺孝太かな、見てると。いいのは。またそうすると身長問題でセットプレー問題が出てきちゃうんだけど。で、まあ、トップ下。マルコス・ジュニオールしばらくダメだろうから、まあ、ここはまあ、西村とか、今日の吉尾か。西村、吉尾とかで回していくのかな。右。宮市。中川全然使ってないね。どっか、故障してるのかなっていうのはちょっとあるかな。この試合も出てきてないし、神戸戦も出てこなかったかな。メンバーには入ってるんだけどっていうところも多分、どっか、筋肉系気になるのか、なんかあるのでしょう。もうまあ、選手としては絶対使った方がいい選手なの間違いないし、出た時はこの間も2得点とかしてるから、調子は良かったはずなんだけど、それでも出てこないってことはやっぱあんま、コンディション良くないの、コンディション、その体のね、コンディション良くないのかなっていうところ。で、宮市、わかんないですね。良さが。今んとこ。中川のがいいですね。宮市だったら。で、エウベルとか、フォワードの、アンデルソン・ロペスとか使いながらやっぱこうやっていくのかなっていう。まあ回るかな。回る人材は確認できた試合だったんじゃないかな。神戸とエスパルスの試合でね。ここを乗り切ったんで、まあここから週1とかでまた続くのかな試合が。
もしかしたらもうちょっとテンポよく入るかもしれないけど、まあ大丈夫そうかなっていうのが今日の試合を見た印象だね。松原が出てれば大丈夫だね。それぐらいちょっと今日聞いてたかな、重要な選手。まあ岩田も良かったかな。ということで終わります。ほい、いってらっしゃい。